かわいい。かわいい。なんでやってんのお前は。はい、ということでですね、おいしょ。まあ、今日のね、ちょっとね、あのね、担当分けをしたいんですけど、みんな聞いて聞いて、みんな聞いて聞いて。ルーナの双眼鏡がメインじゃないんだよ、今日。K ができた。K あげる、ルーナ。K。やった。K? 早ーい。ちょっとね、あの、誰も大空サークル、旗折りができないということで、なんでベッドの位置ずらしたん？ルーナの隣にしようと思って。なんでもいいから早く寝ろよ。なんでもいいから早く寝ろ。寝ろなら。はい、ということでですね、今日はね、頑張っていきましょう。はい、はい、はい、じゃあルーナさんね、たこ焼き屋にするんですけど、まず何すればいいと思います？たこ焼き屋。たこ焼き焼くしかないな、それは。違う、マジで甘いよ。甘々じゃん、マジで。たこ焼き焼けたらね、そんなね、苦労しない。じゃあまず、張り替えようかな。赤と白に屋根を張り替えましょう。あ、じゃあまず張り直しますよ、これ。これじゃあ、後ろのさ、直線、ここまで。ここまで引ける？ここ？お前もやるんだよ。ここまでこうトトトンって前からどうやってやんなくて、はい、え？スルーだからハサミだ。なんでお前ダイヤのスルー足持ってちょっと待ってね。うん、向こうが爽やかしいね。あ、すいません、静かに働きます。すいません、すいません、まつり先輩、本当にすいません。ここと、ちょっと待ってね、あのスバルの声、1リッターちょうどいいから、ちょっと待って、あ、スバルの声、ゼロにしとこう。なんで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 、ちょっとなんで1リッターもこんなうるさいの、こいつ。ハサメ、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 いじめられてるよ。ありがてー。ルーナ、なんかルーナ、お前そこの箱使っちゃいけんって説明したやん、スバル。え、あそこ祭りたちのやつ。え、使っちゃった。お前、お前、こっち来い。で、中を、ここじゃあ、なんか綺麗な、これこれルーナ、奥もこっちも全部全部、これこれこの下見なかった、ね、どうやって上に上がるの？これね、じゃあここはとりあえず見えないとこ崩して、まずり先輩、スバルもこっちがいい。こっちがいい。なんでなんで、まずり先輩、ほら見て見て、仕事した。えらすぎやろルーナ。やったー、まずり先輩でしょ。あいつ荷物見てただけなの今まで。天才、すごすぎ、誰もできない。まつりほら、もう2列も作った。これで多分テラコータ足りると思う。たこ焼き屋さんで、そしたら何色、ここを一旦壊して、赤と白じゃね。赤と白で紅白まんじゅうみてえじゃねえのな。ちょっと待っててね。知らねえよ。まつり先輩、何してんの二人は。これ何してんのって怒られたよ今。まつり先輩に怒られたよ今。怒ってるつもりないんだけど、なんだ、ね、色で揉めてる系。色赤と白じゃ紅白まんじゅうじゃねえのなこれ。紅白まんじゅうじゃねえのらね。いや、たこ焼きはオレンジだろう。いや、ほらー、やっぱオレンジだろ。なぜお前、オレンジの旗作るの大変だから黙っといて。オレンジない。何言うのない。オレンジ作って。オレンジの用もないんだって。あるわ、全部、ここあ、やってたわ。うん、遊んでんじゃねえよお前。こっち今冷や汗かきながら旗作ってんだよルーナ。おい大丈夫かお前ら、何やってんだ。大丈夫。横からやってよ、横から。え、横をこしてんだ。風風。もうダメだ。どうやこう横、一番下をクリックすんの。一番下を、一番下をクリックってどういうこと。一番下をクリックは一番下。どっちが社長か分からなくなってきた。待ってる、待ってる、まつり先輩死んじゃう。何その高笑い、やめてまつり先輩。
時に吸収したよ。あ、ちょなんで上からチョコ線折ってくんだよ。ここだけ開いてたんだよ。そういうことか。なんでたまたまここだけ。要望立てない。めっちゃいいじゃん、これ。待ってる。ルーナめっちゃ言えてるよ。やってるね。高速職人じゃん、タコ。それが、いやいいよ。それがちょうどさ、たこ焼きの味。棒に見える、いい感じ。棒に見える、棒に見える。ルーナ、覗いて、覗いて。かわいい。いいよ、いいよ。いいじゃん、これ。よかった、よかった。あと、なんかこの辺、樽とか置いとくか。外側に。なんか樽あった方が僕ない？何あんまりなの微妙そう微妙そうな話してるよ今だって祭り絶対祭り絶対ルーナに甘くないですかマジでもっと聞こえないでしょそんなことないけどないやあるあるやなんだってダメだよルーナがダメって言うなんですか黙ってもいいじゃん祭り絶対この色見てくださいよこの赤とオレンジとピンクのえ、めっちゃ可愛い。絶対そうじゃない。あるじゃん。先輩なら分かってくれる。天才やん。絶対違うよマジで。めっちゃうまい。チョコでどう思うこの色合い。下も色合い足りないんじゃない？いやバカかよやめとけ。明るくね。下ちょっと色合い足りなくない？やめとけやめとけマジで。なんだこれ。なんかいい。これランダム？ね、またこれね。これだったらたこ焼き屋のあれだタコの船タコじゃねえなんかがさ入れられてる感すごいけどオッケーオッケーありがとうなんでかぼちゃ出した急にびっくりしたあれかぼちゃ取られたすまれすまれ違うじゃん空中しただけじゃんでも結構これいいと思うけどなまあいっそあできたいっそコピーするかじゃあできたかぼちゃー！出てきた！うわー！すごい！これどうやってやったの？指名手配した。すげー！すげー！なんか技術力の差がやべえ。技術力じゃねえよ。同じ技術でやってんだけど。なんだこれ。オッケーオッケー。指名手配はオッケーで。それいいんだって。ルーナ、椅子新しくしたで。じゃあ、椅子？椅子。たこ焼き屋さんって椅子に座ってないと思うんだけど何なんだよお前は確かに立ってるイメージあるよねなんで祭り先輩スバル何とかしてたこ焼き屋を盛り上げようとしてんのになんでそんなこと言うんすかルート床寂しいよ床何床寂しい確かに床が石すぎるよねちょっとね床が石すぎるって縁日だから石でいいだろ別になんで石以上の床を求めるの、ね、いや床なんかやっぱねカラフルにした方が盛り上がるんじゃないかなソファーソファー作るかソファーじゃない祭りやしえじゃあ白いあれでいるなん白いさカーペット、うん汚れが目立つじゃねえのお前これ引いた祭り先輩やからな白のあでもこれたまたま白があったからだから別にカーペットだったら何でもいいよ祭り先輩甘いって言ったらいやいや別にそんなつもりじゃないほんとかっこいいいいと思うね何がいいのだよないいねいや祭り先輩ほんとにこれいいって言い始めたらスバル本当にセンス疑いますよこれはこれはやばいルーナがいいって言ってんだからいいに決まってたのかよよくねえだろお前なんでそう言ってんだ